はいどうも、妖怪三国志国取り大津今回もやっていきます。今回はね、平成最後の閻魔餓者が、多分この動画の頃には暗黒史になってて、今回はね、国取りのね、金貨とあとね、もうね大黒帝のね超級号のね、攻略、簡単にね、ご説明しようかなと思います。みんなほとんどねできてると思うけどね。そしてエクストラパネルミッションあるんでね、コンヘンゲやってみましょうかね。コンヘンゲって正直あんまやったことなくて、割とこの今回みたいなねハイスコアミッションで使ったりするんで、あれなんだけどね、とりあえず試しにね10突してなきゃいけないんで、E ランクくらいでやろうかな。で、そうだな、アイテムドロップ率アップがいいかな。ということで、いずれなんだ。うわ、クリティカルなんだ。っていう感じで、絡み損がね、レベル1に多分なっちゃったと思うんだけど、こんな感じでね、やっていくといいんだろうね。Cランクとかね、微妙に使うんだよな、ハイスコアミッションで、たまに使うからね、育ててるといいんだけど、E ランクぐらいだったらね、セミマルもやっちゃおうかな。うい、晴れの時電能力アップとか。こんな感じでね、コンヘンゲやると、いいんじゃないですかね。加工とね、欲しい、経験チャップ、こちらのね、コンもゲットできましたね。これは関羽かな、長飛関羽劉備なのかな。で、かつね、妖怪強化っていう感じで、大黒天今装備してるのかな。してるね。勲功アップしてるけど、装備してないやついるかな。いるね。ジバニャ劉備とか、この辺、こうやってね、この装備すると、こうやってね、経験値アップとか、いろいろね、できるんで、ただね、Dランクはできないんだよね。Dランクとか S ランクじゃなきゃ装備できなくて、で、小生はね、なんとね、2個装備できるんですよ。こんな感じで。なんで、それはね、経験値アップこっちにしちゃった。アレンの時アップとか、ちょっとお金かかるんだけどね。っていう感じで、こうやってつけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで、まず1個目。そんで2個目はね、金貨いきましょう。金貨こっちの前に、先日もねたまたま強いチームと組めまして、金貨を天下統一できたんでね、ゲットできました。なので23もありますんで、なんか勝ち続けるとしんどいんだけど、たまにやっぱ天下統一できると嬉しいな。今回ね、こいつにしましょう。タマモじゃない、フクロウ。フクロウが確か超限界突破できるはずなんで、フクロウ交換していきましょう。そしてよいしょ、だいぶね超限界突破増えてきましたね。フクロウはね前回ね50% で使っちゃったんだよね。知らなくて失敗しちゃったんですよね。なのでこれでようやく、正直うすら影のね光栄だからかなり強いよね。じわじわダメージ混乱本当に厄介だね。吸収はないか、水得意だからね。水イベントでこの前活躍してたかな。はい、こんな感じです。はい、そしてそしたら、ガッシャはとりあえずいいや。ハイスコアチャレンジね。超級後やっていきましょう。今回はね、どっちかっていうと、今ね、この大黒天まだ2突なんだけど、そんなに落ちないのが分かってるんで、超級後よりも、飴をしっかり育てようかなと思ってます。というのもね、一応、そうだ、前回見したっけ。スザクをね、今回ようやく、上げました。そしたら4588、2突してるけどね、この辺の玄武と同じぐらいの強さだったのに、やっぱりちゃんとね
グレード5まで上げるとね、強くなったんで、まあ飴はしっかり育てれるときにね、育てた方がいいなーって感じでしたね。前回のねイベントでこのプリチ族への13%アップがあったらね、多分8個足りなかったんだけど、で750以内に絶対晴れたと思うんでね、それはちょっと悔しかったな。という感じで今回はね、どっちかっていうと10凸よりも、まあ、最悪コンで上げられるんでね、あの大黒天は。なので今回ちょっと飴の周回に頑張ろうかななんて思ってます。そしてこいつはね、一応メンバー的にはこれでやってます。で今回見せるやり方は、ポイントは大指示よろしくっていうやり方、大指示よろしくっていうやり方です。で一応2戦目までにしっかり倒せる感じのメンバーにしてます。なんでここ空泣きじゃなくて、不思議のね、あの玄武とかでもいいのかなと、玄武や朱雀とかでもねいいのかなと、まあ一応今回後続に、まあ仙台 M がいるんでね、空泣きにしてるんですけど、で真ん中はね薄ら影でやってます。で一応お祓いコンビということでね、吹雪姫と花魁、こいつでいっています。前ねちょっとこっちにしたらね、最後がねちょっとスピーチ姫いるんでね、ちょっと花魁やられちゃったんで、ちょっと場所は変えてます。はい、そしたら行きましょう。まあ前半と後半でねブーストを同じまま継続できるんで、累計ポイントとねこの体力のブーストは続くんで、まあ前半でねブースト頑張ってもいいのかなと。さあ今回のメンバー一応ね必殺を使わないっていうメンバーですね。そして大指示を貯める、大指示がねこいつがね、まあでも全能力連戦アップの妖怪もいいよね。この花魁と吹雪姫はねみんな育てやすいんでね、ぜひ育ててあげてください。さあ大指示溜まってくれ、大指示溜まんないとこの作戦成功しないの。はい、溜まりました。じゃあこれで準備は整いました。そうこれね、大指示をね初っ端からぶっ放すとね素敵なんですよ。そう群馬神だと向こうのスキルが発動する前に打てるというかね、よいしょ、大指示スペシャルということでみんないなくなっちゃうんだよね。そうだから初っ端に大指示打てば全員スキル発動する前に取り付くか発動する前に倒せるんで、まあ過去スキル邪魔くせえなと思ってる人いたらね、はい、これでまた良い取り付く打ち消し、まあ、これもありかなと。まあ、普段はねでも普通に回ってんだけど、普通に回るとね大指示が一発目で打てないんだよね。ちょっとこの後一発目で打つパターンも見せるんだけど、おおラッキー大角点3突目いきました。ただこれだとね最高得点にはいかないんだよな。まあどうせこの辺はね特攻持ってる人には勝てないんで、で一応ねもう一回見せると、まあ今回はね次はねちょっとオートでやるのを見せます。あログ見りゃよかったな、まあいいや。大指示をそう初っ端で打たないとダメなのっていうね。なんで今回はね、まあ、いつもはちょっともうプニプニやりながらやってるんだけどもうねこのままオートでねガンガン回しちゃうんだけど、まあでも今回はね7と続けばいいかな前半はな。そしてねオートにしてるとここでね神魔軍神フクロウがね必殺ってね早く倒しちゃうんで、そうこれだとねあれなのよ、大指示が溜まってないの全然。そうするとね取り付く発動しちゃうんだよねっていうね。
まあだから対指示じゃなくても群馬神をねとにかく3戦目にいきなりぶっ放すしてね、こう今カゴスキルがね向こう発動しちゃってるとめんどくさいじゃないですかこれね、倒すのが。なのでまあ空泣さんも強いんだけどね、ぜひね3戦目にいきなりぶっ放すっていう作戦も、まあ、ちょっと苦戦してる人はねありかなと思いますね。うん、ここで打ってもね倒れないの、うん、取り付く効いてるから。そうだからね面白いもんでね。さあここからはもうただ取り付く効いてるからな、運悪いとフローも倒されちゃうし、取り付く2回、126秒、ただ実際さっきの方が早かったかな。うん、まあこの辺運なんだけど、まあこんな感じで、まあやり方次第でね、3戦目にいきなり群馬神をぶっ放すっていうやり方はね、ちょっと全員倒すのがねまだできない人がもしいたらね、ちょっとおすすめですのでやってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあこんな感じで今回なんか累計ポイント割と溜まる感じはあるな。はい、じゃあ今回ねちょうど運がいいことに動画撮ってる間にね大黒天3凸目いけましたんで、うん、まだまだ引き続きね頑張っていきたいと思います。で私がダメだった閻魔牙車、まだね後半戦控えてる人はねぜひとも頑張ってゲットしてほしいと思っております。はい、じゃあ3凸したんで容器をまたゲットしました。はい、じゃあ今回はこんな感じにします。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではねもっと楽な集会あったらコメントなどね教えてください。はい、じゃあそれではね、あそうだよね、レッドジェイとマイティドッグいた方がポイント高いよな。うん、まあまあまあそうだよね、それもあったね。うん、まあいろいろねコメントで教えてください。はい、じゃあそれではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。